はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ヘイデイの動画撮ろうと思いますということで、ね、やっていこうと思いますが、今回ね、何の動画だいというと、実はね、ヘイデイを始めて、今日でね、2年経つみたいなんだよね。で、ちょっとね、動画撮ってないタイミングで、プレゼントを開けてしまったんですが、まあ、とっさにね、サムネ用に、スクショだけ撮っておいたので、おそらくね、サムネイルが、それになってると思うんですが、まあ、動物たちの像、ヘイデイの長期継続プレイヤーに贈る特別デコレーションということでね、これがね、2年プレイした証として、送られてきましたね。まあ、ちょっと目立つところに置いとこうか。こんな感じ。鶏が一番パワフルっていうね。鶏、羊、豚、これ馬だよな。馬？鶏、羊、豚、牛か。牛かなこれ。ちょっと待って。牛にしてはなんか、ああ、でも、ヘイデイの牛。あ、いや、馬か。ロバ？ちょっと待って。あ、ロバか。ロバの可能性があるな。いや、でも、それはそれでさ、まあ、鶏、羊、豚だったら牛じゃねっていう気もするんだけど、でもこれ、牛っていうよりロバだよな。謎だね。花6だし。花6。花6だと中手で死んじゃうんだけど、それはちょっと囲碁やってないと通じない話だから、まあいいや。はい、というわけでね、本日、ヘイデイ2周年、まあ個人的なっていうことでね、まあ俺が始めてから2年っていうだけなんだけど、まあせっかくなんでね、記念に動画撮ってみようかなと思いますという感じですね。で、ちょうど1年前にもね、1年経ちましたっていう動画を上げていて、まあ、自分でもちょっと見直してみたんですが、この辺の数字とかをね記録として残していたので、まあ、それをちょっとね、事前に見ておいたので比較してみようかなという感じですね。まず1日のトラック、最大発達数、1年前の今日が112。ここ変わんないんだよね。記録更新できなかったって感じ。まあ、なかなかね112回もトラックやるの大変だからね。2年目はこの範囲内でやってたんでしょう。トラック結構ね、経験値何倍みたいなやつでいっぱいやった時もあったんですが、まあ、1日で112回を超えるってことはなかったかなってことですね、2年目は。次、1日の訪問プレイヤー最大数。これもね、去年の時点で401だったので、こちらもね、2年目更新はなしですね。上の2つに関しては1年目結構頑張ったために、逆に2年目は、記録更新できなかったよという感じで、まあ、3年目に来たいと。で、大きく更新したのが1日の売店売上最高額、こちらが、去年の時点では 33,570 円だあコインだったんですが、ね、2年目の現在は、53,1504 コインということで、まあ、ざっくり50万コインぐらい上回ってますと。これはね、間違いなくオレンジ畑の影響、オレンジ1000本植えて一気にね収穫したっていう動画、の時におそらく1日の売り上げが更新したと思われますということで、まあ、ただね、この3つの項目だけで、言うと一番下の項目が更新しましたよという話なんだけど、ね、まあ、遊んでレベルが上がってくれば、売り上げがね上がりやすいものっていうのが増えていくので、1日の売り上げに関してはね、徐々にでも更新はしていったのかなという気はしますね。まあ、オレンジ1000本の動画を撮ったから、まあ、一気に大きく更新したという部分もあるんですけどね、っていう感じかな。まあ、ちょっと残骸がまだそれに関しては残ってるので、処理が終わってないぞという感じでもあるんだけどね。で、この2つは飛ばして、3つ飛ばして、許可証もメモしなかったな。許可証と設計図までは飛ばして、フォロワー数、こちら去年は13になってたかな、24なので、まあ、11人増えましたよという感じかな。いいねの数、去年38、今年56ということで、まあ、1周年の時点では38人のいいねがあったんですが、まあ、1年間でね、
38、56だから20いってないな。やっぱ18か。18いいね増えてるって感じですね。まあだから、1日の売店の売り上げ以外は、2年目の方がちょっと緩やかかなという感じか。で、まあもともとこの動画始めたのが無課金でね、4000ダイヤ貯めて、まあ課金した気分を味わうみたいな、趣旨だったんですが、まあそれに関してはね、4000ダイヤ集めると、まあ現在ね、ちょっと価格自体の変動があったのであれなんですが、まあ15,800円で4000ダイヤ買えるから、逆にね、4000ダイヤ貯金して、まあ15,800円貯金した気分になるぜっていう、そういう趣旨で始めたので、まあ目標は4000ダイヤなわけですが、去年の時点で1年前、ダイヤの数が1255ということで、1年間で1255だったら、まあ1ヶ月に100ダイヤは集まってるんだねとかっていうことを動画で、ね、過去の俺が言ってたんですが、まあ2年目が終わった段階でその理屈で言うと1ヶ月に100コイン、あ、100ダイヤ集まっているなら、2400は行ってないといけないわけなんですが、ところがね、実際見てみると、2年目を終えた段階で2148ダイヤということで、まあ1ヶ月に100はもらえてないっすねっていう感じなんだよね。で、これにはね、まあ理由があって、まあはっきりしてるんだけど、チャレンジでもらえるダイヤ1回きりしかもらえないので、これをね1年目に取り切った部分に関しては2年目はねもらえないという部分や、ここですね、魚の図鑑なんかで、ここでもねダイヤがもらえたんですが、これに関してもね1年目に取っちゃった分は2年目は取れないので、1回しか取れないやつで1年目に取っちゃったやつっていうところに関しては2年目はもらえないぞというところと、まああとねやっぱレベルアップがね必要な経験値増えて、進みがね緩やかになっちゃってるよねっていう部分、この2つの要素があって、まあ、ダイヤのもらえる数っていうのはねだんだん少なくなっていくよという感じなんですよね。まあ、なので、2年目にもらえたダイヤの数は、ちょっと待って、1255だから、うわぁ、ちょっと引き算めんどくせえやつだ。ちょっと待って。もう7個あれば155だろ ?155 だとしたら、155だとしても、900個だから、まあ、900個に対して、7足んねえのか。だから893個かな?そうだね。893個、2年目はね、ダイヤが集まりましたよという感じですね。なるほど、なるほど。2年目890、まあ900頑張れば集まるとしても、3年目で3000、4年目でちょっと4000ダイヤいっでなさそうだな今のペースだと。なるほどね、結構厳しい話だね。まあとはいえね、のんびり遊んでいくよりないんですけどね。お、いいね、ノコギリで。ちなみにコインのね売店の売り上げ大きく更新するのに貢献したオレンジ畑の残骸はここまで減りましたよと。で、さらにね、まぁ、ちょっと2周年の動画撮ってる間ね、やることなさそうだなと思ったので、最近はね、ノコギリゲットしてもすぐに使わずに25本まで貯めてたので、まぁ、ちょっとね、カットしながら話しますか。って言ってもね、話そうとしてたこと結構、作業せずに話し始めちゃったんで、まぁ、まぁ、言いたいことほとんど言い切ったかなという感じもあるんだけどね。そうね、だからね、まぁ、来年、の目標としてはね、ダイヤ3年目までにね、3000は少なくとも超えていたいよね。できれば3200とかいって1年間にね1000ダイヤは集められてたりすると結構ねゴールが近くなってくるかなとかも思うんですけどね。でね、まあ無課金ダイヤ4000っていう縛りはね、ただの無課金以上にね、配布のダイヤすら使えないっていう意味では
多分ね、レベルアップとかの進行ペースっていうのは他の、普通のプレイヤーさんよりもさらに遅くなってるんだよね。こういうところね、枠をね、増やせるからね、本当なら。ダイヤ6個でね、3つ目の枠増やせるっていうことで、まあ、1枠増えるとね、やっぱ放置した時にね、できるアイテムの数っていうのが全然違ってくるから、それをね、一つ一つの、特に餌やり機とかはね、まあ、やっぱりね、枠がね、3つだけなんですが、まあ、4つ、5つとあると大きいからね、そういう意味ではやっぱり、結構、違いはでかいかなということは、思うんですよね。まあだからもうちょっと、普通にプレイしてたらね、レベルアップのペースとかは早いのかなと思ったりもしてしまいますが、まあただね、4000個貯まったら一気に使うから。で、まあ4000個貯めていく間にね、2年3年と、まあ4年ぐらい多分プレイすることになると思うので、何にね、ダイヤを最優先で使いたいかとかもね、まあもう今の時点で思ってるのはあるけどね、餌やり機に一番最初につぎ込もうかなとか思ったりっていうのはあるけど、あ、そうだ、そういえば餌やり機のね、レベル3までの時間が半端ねえとかって話もね、1年前の動画でしてたので、今見てみましょうか。なるほど、餌やり機マスターレベル3、星3つにするまでに、5880時間必要でしたが、現在ね、3403時間経過してるということで、半分折り返してね、いや長いわこれ。枠が3マスだとね、なかなかね、放置してるとこの時間が進まないんだよね。あと2400時間ぐらいか、2400、まあ2500時間に近いけど、ちょっと計算めんどくさいから2400時間とすると、毎日フル稼働だったら100日で餌やり機マスターになるのか。100日っていうと3ヶ月プラスアルファ、そうだね、3月4月5月6月夏前ぐらいにフル稼働だったら上がる可能性あるのか。これあれかな、2台だと重複するんだったかな、その辺もちょっと分かんないけど、まあただ実際にはね、フル稼働無理なんでまあ年あだうーんフル稼働無理だけど、年内に餌やり機マスターとかっていうのも目指せるかな、この感じなら。どうだろう、ちょっとそこもちょっと目標にやっていってみたいかな。あ、ここ開くと結構すっきりするね。まあ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 、だから今のね、当面の目標としては餌やり機マスターのね、星を地道に上げるのと、やっぱこの、枯れ木をね、まずは最優先で処理したいかなと。で、最近ね、ノコギリを使う果物を収穫できてないんだよね。ここを終わらせる前に、まあ、やっぱり他に対してノコギリ使えなくなるから、こっちにも溜まってきちゃうっていうことでね、ちょっとね、カカオとかね、こういう系は見つけたらね、買ってますね、今、売店で。そう、で、こっちのやつとか、こっちのやつとかは、斧はね、いっぱいあるんで、そっちは自分で自前で生産してるんですが、まあ、ちょっとね、ノコギリ使うやつに関しては、今のところはね、売店に頼るようになってしまいましたね。まあ、ノコギリを探すついでにね、そっちの方も探してみてるっていう感じですけどね。いやー、結構ね、まあ、だから、ノコギリね、事前に、あ、しまった。ノコギリ事前に集めてからね、次は1000本やった方がいいなとか思ったりはしますけど、まあ、ただね、集めるにしてもね、今は、仕様の方がね、追いついてないぐらいなんで、まあ、次のね、果樹園、1000本植える企画はね、しばらく先になりそうかな。年内にできるかって言ったら厳しいレベルかもしれんっていう、そんな感じですかね。あとは、あ、そう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 、チャレンジなんかもね、去年の動画に残ってたので、まあ、去年の動画ではね、ここ何達成してないかなというのを見てたりしたんですが、まあ、今年はね、ちょっと別にそれはいいかなと思ってるんだけど、この農場のスコアっていうやつね、こちらね、おそらく今までの経験値の合計っぽいんですよ。小麦ね、刈ると、841っていう下3桁のとこね、842になったのを確認したので、
まあ、レベル79の時点での累計経験値っていうのがこの農場のスコアだと思われるんだよね。で、それが、2年経った今現在で言うと、1,088万3,841っていう感じですね。で、これ、去年の1年前の動画で見たところ、514万1,327だったので、まあ、経験値的にはね、まだ2年目も頑張って遊んでるぞという感じがあったので、まあ、ダイヤのペースに関してはね、やっぱ取れるとこで1回しか取れないやつ取り切っちゃってるところがあるから、まあ、進行しょうがないのかなという感じだったんですが、まあ、経験値はね、1年目も2年目も、負けないぐらいね、頑張ってるというのがね、自分で分かったのは良かったかなという感じですね。はい、というわけで、まあ、今回はね、ここまでにしておこうかなと思います。まあ、いつもね、無意味にこう近づけたりするときはね、サムネ用にここ使おうとかってやってるんですが、まあ、今回はね、あのサムネはこれを受け取ったときにスクショしたやつでも使おうかなと思ってるので、まあいいんですけどねっていう話ですね。まあ、ヘイデンに関してはこれからもね、マイペースにのんびり動画撮っていこうかなと思っているので、よろしくお願いします。ということでね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ。